2023年でエンゼルスとの契約が満了し、FA となる大谷翔平選手。エンゼルスファンは大谷選手との再契約を熱望していますが、現地アメリカでは移籍先についての議論が鳴りやみません。そんな中、メジャー屈指の強豪ロサンゼルスドジャースが有力選手を次々と手放していることが話題を呼んでいます。大谷選手を獲得するため、そして2024年のシーズン以降に黄金時代を築くため、オフにはあの大物選手を放出するとも。一体ドジャースは大谷選手獲得にどれほど本気なのか、昨オフのドジャースの動きを交えながら紹介していきます。球界ナンバーワンショートを放出、資金を蓄えるドジャース。2022年オフ、衝撃のニュースが全米中を飛び交いました。それはドジャースのショートレギュラーであるトレイ・ターナー選手の放出です。ターナー選手は通算打率3割超えのほか、最多安打を2回、盗塁王を2回獲得しているメジャー屈指の内野手。2022年シーズンは打率.298、21本、100打点、27盗塁を記録し、シルバースラッガー賞も獲得。2023年に行われた WBC ではアメリカ代表として全7試合に出場し、打率.391、5本、11打点という驚異の成績を残し、日本人にもその名を知らしめ、球界最高の内野手の一人とも言われています。そんなターナー選手は2022年オフにドジャースと大型契約を結ぶと思われていましたが、フィリーズと11年3億ドルで契約することが発表されました。米メディア MLB ネットワークによると、ターナー選手はドジャースと残留交渉する意思があったものの、ドジャース側は積極的に慰留しなかったというのです。これにはドジャースファンも、ドジャースにはターナーに代わるショートはいないのに、どうして放出したんだ、ターナーは絶対に引き止めるべき選手だと苦言を呈します。ターナーを放出した代わりに誰かと大型契約を結ぶのではないかとファンは考えていたようですが、オフシーズンの主役となることが多いドジャースは2022年オフに大きな補強はなし。それどころか、2019年に47本塁打を記録した生え抜きのベリンジャー選手も他球団へ放出しているんです。さらにレッドソックスから獲得した JD マルティネス選手との契約も単年にとどめ、2022年に最も多く贅沢税を支払ったドジャースは贅沢税ライン以下に選手の総年俸を抑え込みました。チームの弱体化は仕方がないと捉え、懐に多くの資金を貯め込み、2023年オフに大谷選手獲得を目指す形に。ドジャースファンからは、大谷獲得に躍起なのはわかるけど、この戦力では2023年シーズンは勝てないだろう、そう言われていました。それでも2023年シーズンのドジャースは例年通りの強さを見せつけたから驚きです。ドジャースの強さは健在。戦力低下が危惧されたドジャースですが、2023年シーズンは序盤から好調。5月に19勝9敗の成績で首位に立つと、7月には6連勝を記録し、8月には24勝4敗と無双状態に入りました。そんなチームの打線を引っ張っていたのは、2022年に最多安打と最高出塁率に輝いたフリーマン選手と、2022年に35本塁打を記録したベッツ選手の2人。ベッツ選手は本来外野手ですが、シーズン途中はショートを守り、守備でもチームを救う場面もありました。そして投手陣ではエースのカーショー選手が例年通りのサイ・ヤング賞レベルのピッチングを披露。さらにベテランのリン選手と好投手ウリアス選手が2桁勝利を記録し、若手のミラー選手も好投を続けチームを支えています。このようにドジャースは有力選手を放出しても未だに強豪で、2023年ワールドチャンピオン候補筆頭と言われています。とはいえ、ターナー選手が抜けたショートの穴を埋めることができていないのは事実。穴を埋めるであろうと期待されていた25歳のラックス選手は、開幕前に右足の前十字靭帯損傷の大怪我でシーズン絶望となり、代わりとしてロハス選手が定着する形となりました。しかしロハス選手もここまで打率は2割台前半、本塁打は3本に抑え込まれている状況。この状況ではベッツ選手がショートの守備につくのはやむを得ないかもしれません。チームが首位を独走しているとはいえ、打線は完成していない状況のドジャース。そこでドジャースは2023年オフに大谷選手を本気で獲得しようとしているのです。これまでのドジャースは環境がエンゼルスと似ていること、大谷選手が求める強さを持っていることから移籍先候補筆頭と言われてきました。
年俸が高いカーショー選手と DH を任されているマルティネス選手との契約も単年にし、大谷獲得への準備は万端です。さらに、ドジャースのエースになりつつあったウリアス選手は DV 容疑で逮捕されて休職扱いに。契約も2023年限りで切れるため、ドジャースはさらに多くの資金を大谷選手に投じることができます。大谷選手もメジャー最強チームから最も優遇された契約を提示されると、少なからず興味を示すのは当然と言えるでしょう。エンゼルスからドジャースへの移籍は、より現実に近づいているのかもしれません。ドジャース加入で60本塁打も可能。現状、移籍先になる可能性が最も高いと言われているドジャース。本当に大谷選手がドジャースに入団するとなれば、野手としての成績はさらに伸びると考えられているようです。2023年シーズン後半、エンゼルス打線からトラウト選手がいなくなったことで、大谷選手は死球攻めを受ける機会が激増しました。この作戦は大谷選手よりも劣る打者が後ろにいることから取られる作戦。しかしドジャースに加入するとなれば、大谷選手の後ろにはトラウト選手より怖いと言われるフリーマン選手がいます。そのため死球で逃げられるケースが激減するだけでなく、一番打者にはベッツ選手がいることから、ランナーが溜まった状態での打席も増えると予想できるでしょう。そうなると大谷選手の本塁打と打点はキャリアハイ超えの可能性も十分考えられます。ドジャースタジアムは性質上湿気が多く、センターから本塁への風が吹くことが多いため、比較的本塁打は出にくいと言われていますが、メジャー屈指のパワーを持つ大谷選手ならドジャースの環境は優位に働くでしょう。そしてドジャース専門メディアドジャースネーションは、現在大谷が住んでいるアーバインからドジャースタジアムは車で1時間もかからない距離、引っ越しになるとはいえ飛行機を使っての大移動にはならず、現在と同じ気候の中で暮らすことができるだろう。さらにドジャースは過去に日本人選手が8人も在籍していて、日本人への対応を熟知している。大谷にとってこれ以上の環境はないだろうと、ドジャースの環境が良いと主張しています。その一方、ドジャースが本拠地を構えるのは大都市ロサンゼルスの中心。大谷選手のファンからは、これまで北海道アナハイムと比較的田舎で野球をしてきた大谷が都会の人気球団のプレッシャーに耐えられるのか心配といった声も上がっています。先ほどのメディアドジャースネーションも、もし大谷がドジャースに来れば、彼のスターパワーがロサンゼルスの街中に放たれる。それは NBA ロサンゼルスレイカーズのスーパースターレブロン・ジェームズと同じようなものになるだろうとコメント。野球だけに集中している大谷選手が周りのプレッシャーに押しつぶされることはないとは思いますが、全米での注目度が上がることは確実。このようにドジャース入りの可能性が高いと言われてきた大谷選手ですが、8月にまさかの右肘靭帯損傷が発覚。この怪我の影響でエンゼルス残留の可能性が高まったともささやかれ始めているんです。エンゼルス残留の可能性が高まった理由。右肘靭帯損傷の影響によって二刀流の継続は難しくなっただけでなく、2025年以降の復活も不透明となってしまった大谷選手。そんな状況を見たシンシナティ・インクワイアラー紙のベテラン記者は、数億ドルの価値があると思っていた投手の貢献が計算できなくなり、エンゼルス以外の球団は大谷に打者に専念するよう促すかもしれない。しかし彼は二刀流の継続を希望している。エンゼルスなら再び二刀流をさせるだろうし、その実績もある。大谷残留の可能性は高まっただろうと分析しています。一方で、大谷選手の残留の可能性が消滅したと伝えたのが米紙 USA Today。 エンゼルスがプレーオフ進出への道を諦め、8月末に主力6選手をウェーバーにしたことを理由に、大谷は靭帯を損傷してもバットでチームに貢献して勝とうとしている。だがエンゼルスはプレーオフ進出を狙うことを諦め、勝つ気さえないことを球界全体に伝えたのだ。この動きそのもので、勝ちにこだわる大谷がエンゼルスに残るという選択を消したかもしれないと伝えました。エンゼルスは8月終了時点でプレーオフ進出圏内まで10ゲーム差以上あったものの、まだわずかにプレーオフへの望みが残されていました。しかしチームは来季に向けて選手たちの解体を決断。この諦めには大谷選手も失望し、他球団への移籍を考えるようになったのかもしれません。さらに一部では、投手としての活躍が不透明ならば投手大谷の報酬を出来高制にすればいいだけと、他球団の解決策も出てきています。こうした状況を踏まえると、
大谷選手がエンゼルスに残留する可能性は低いかもしれません。皆さんは来シーズンドジャースで活躍する大谷選手を見てみたいと思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。シーズンも終盤戦に入り、ますます加熱する大谷選手の去就問題、一体どのような結末を迎えるのでしょうか？最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。